ムームーさんからいただきました。ありがとうございます。人物画の陰影が分かりません。何色を混ぜたらいい感じになるのかとか初歩的ですいませんってことなんですけど、全然大丈夫です。人物画を描くときも、まあ、物体を描くときも光と影がすごく重要になってきます。で、まあ、何色を混ぜたらいいかっていうことなんですけど、まず光と影をしっかりと理解するにはまず白黒で練習しましょう。で、白と黒のみを使って陰影を表現する練習をします。そうすると例えばどれぐらいどこのあたりでトーンを変えればいいのかとかそういうのが分かってくると思います。で、それはできたらもう白黒は完璧、もうできもう影も光も捉えられるっていう風になったらカラーに移ったらいいかなと思います。で、自分がこう表現したい色がしっかりと自分で作れるかっていうのを見本を見ながら色を作るっていう練習、パレットを作るの上で色を作る練習をして、で、まあ、基本としてはですね、描きたい色が自分で作れないと描きたい絵が描けません。まあ、当たり前なんですけど、なのでもともとある色、例えば肌色もチューブ買ってこようと思えば肌色のチューブ売ってますなんですけど、それを買わずに、まあ、買ってもそれだけで描くってできないので、例えば肌色はもう白と、オレンジ、赤、黄色、茶色とかその辺で作ってみるとかですね、自分で一から作ってみるっていうのを練習した方が色のこう表現の仕方が上手くなる近道かなと思います。で、もう一つ基本的なというか、こう肌の色を作るのが苦手な人がやりがちなのが黒を混ぜるっていうことかもしれないです。もちろんこう黒っぽいところ、肌の色で黒っぽいとかあると思うんですけど、あんまり使わないです。例えば影がものすごく強いところっていうのは真っ黒塗ると思うんですけど、そういうところじゃなくてこういう肌の色、普通の肌色にしたいときにあんまりね、私の場合黒を使いません。で、茶色を混ぜるんです、たりするんですけど、その茶色を作るのに黒を使ったりっていうのはあるんですけど、黒をそのまま白に黒混ぜてグレーにして、そこからちょっと、オレンジ混ぜていくとか、そういうことはあんまりしないです。なので苦手な方は黒をあんまり使わないっていうことにちょっと気をつけてもらえたらうまくいくかもしれないです。で、黒入れすぎるとね、くすんだ感じの色になっちゃうので気をつけてください。